はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15の体験版、エピソード出すか。やっていきたいと思います。で、なんか奥の方で、兄貴とイグニスがなんか喋ってんだけど、こういうなんか仲間の動作とかもなんか、放っておくと勝手になんかいろいろやってるみたいで、ひとまずここのキャンプで休んで、レベルとかも割り振られたんだけど、武器装備を、この、接近して繰り出す連続攻撃のこの通常攻撃に、これまでちょっと、前回ツバイハンダーつけてたんだけど、とりあえず今回このバランスが良くて高いらしいから、このアベンジャーを通常のラッシュ攻撃に装備しました。んで、ベヒーモススモークアイのなんかまだ、その手がかり、生息地を特定するための手がかりの傷跡、が、まだ5つぐらいあって、そうだね、こっから近いとこだと、結婚のところだから、結婚のところ行ってみよう。じゃあ、どこだろう、そこが。ね、レベルもだんだん上がっていけば、バトルもだいぶ楽になっていくと思うので、あ、随分暗いな。あ、超近い。十分すぎる手がかりだね。ん？これか。あ、3分の2ってなってるね。あと1つぐらい調べていったらいいのかな。あとは、ここだね。ここ行ってみよう。爪痕。ね、入り組んでるね。あれプロンプトよく見たらなんかスカートみたいなの履いてるこれ。あ、そうじゃないか。ジャケット型なの。なんかモンスターみたいなの泣いてるけど。さあ、近くまでやってきたけど。あ、エンカウントした。さあ、ちょっと戦っていこうかな。レベルアップしたから。シフトブレイクで、パリ。槍を投げる。強い。あ、固まってる。OK、強い。無事に済んだな。アイテムはどんどん手に入っていってるんだけど、こういうのを売ってお金に多分するんだろうけど、どこで売るんだろう。換金素材ってやつは多分必要ないような。やつなんだろうし、とりあえず爪痕見に行こう。これ分かりやすい目印だ。分かりにくくね。あ、これか。なんかやばい空気。お、サブクエ悪魔の生態調査。ベヒーモスの爪痕。これどこだろう。ちょうど岩の裏側か。あ、待って、なんか落ちてる。竜の鱗。お、なんだ。何にカウントした。しかもプロンプトに笑われたぞ。お、様子がおかしい。これ絶対いるでしょ。ベヒーモス大丈夫かな。これ多分戦うよね。おいおい、見てみろ。ああ、この先で間違いないな。行くしかねえか。主人公なんかだれてるぞ。スモークアイの追跡にはかなりの危険が伴います。キャンプで休むなど十分な準備を整えて臨みましょう。一応もう前回休んでからの再開なのでいけるかな。ああ、ベイヒモスかと思った。ああ、アリーができなかった。敵が多くて、これオッケー。テンペストね、なんかアクションになったことでなんかやりごたえが結構あるね。オッケー、予想通りの結果だな。なんかイグニスはなんか外見通りなんか結構済ましてるやつだな。でなんかノームってきたけど、この先に一体何があるんです。アイテムが結構落ちてる。あ、これムービーじゃないんだ。あ、動かせる。絶対いるでしょこれ。うわああ、片目ない。だから相撲界なのか。え、匂いじゃバレてないのかこれ。危ない。うわコントローラーめっちゃ振動してる。セーフなのかな。行くぞ。あれ、ベヒモスはスルー。あ、目的地情報更新。角と一緒に右目もやられてたんだな。視覚をつければ勝機はある。追いかけよう。で、なんかにエンカウントしてる。よいしょ。あ、なんだこれ。であ、テンペストが当たんない。なんか結構 MP も上がったのかな。待って、ロックオンが難しい。よし、オッケー。あ、凍鉄。最後じゃない。オッケー。あ、これウィークになってる。ウィークはダブル。なんか増えてきてないかこれ。出て出て。あ、なんか体力すんげえ食われてる。待って。こういう時はドレイン剣だ。OK。敵多いな。うわ、ミスった。MP はなるべく温存しておきたいと。あ、めっちゃ来るな。ん、なんか色変だぞこいつ。待てよ、ドリンケン当たんない。なんか振り下ろし武器がなんか結構リーチが長い。わ、硬いな青いの。でなんか強力な。あーくわやられた。待って、ポーションまだたくさんある。よし。お、なんか振り落とそうとした瞬間結構モンスターに避けられてしまう。待って、あれどこワープしてんの。あれこれも、あ、東鉄じゃなくてこれ頭骨って言うんだ。よし OK。 だいぶかかったな。ここにも羽が落ちてて、え、どこ歩いてんの。ベヒモスの声がする。じゃあこっちでいいのかな。あ、ここか。拾う。また羽だ。気をつけた方がいい。気をつけます。また羽だ。羽どんだけ落ちてんの。羽しかね。あ、やつは住処に向かっているはずだ。そっと後をついて場所を特定しよう。あ、イグニスがそう提案してる。スモークアイを尾行して住処を特定しましょう。途中で気づかれるか見失ってしまうと尾行失敗です。モンスターを尾行するのか。すんげえ飲むってるもんな。そろっとついていこう。あー、でもあんまり奥に行き過ぎたら見えなくなる。あの岩の裏行こう。見づれー。次こっちのようだな。あ、スモークアイが警戒態勢になっています。距離を置くか岩陰に隠れてやり過ごしましょう。 OKOKOK。 他の人たちはついてきてるのか。忍び足で。あ、これ以上離れるとスモークアイを見失います。急ぐ距離を詰めましょう。マジか。まあ、詰めすぎても危ないんだよな。これスモコヤなんか同じところ行ったり来たりばっかしてないか。あ、こっち回ってくる。おお、なんだ FF はいつからステルスゲーになったんだ。警戒するとちょっと足をと、そろっと危ない。まだ住みかいかないのか。あ、見えなくなる。見えない。なんか落ちてる。羽、もう羽はいい。あ、どっか行ったぞ。お、相撲界の住処を特定しました。岩の隙間を進み、住処の灰屋へ向かいましょう。見つかったのか、こんなノームで、本当に。だって、他の人々は、あれ？みんなどこ行った？あ、操作できる。スレスレだぞ。ん？あ、こっちにいたの。お疲れさん。あ、一人で行ってたのか。リトライポイントを保存しています。ゲームオーバーの時、ここからリトライできます。電源を切るかタイトルに戻る宿泊を実行すると、この臨時セーブデータは消去されます。ってことはってことは、戦闘かあ、そういうわけじゃない。こっちだ。あれ戦闘じゃねえ、やっぱ戦闘じゃねえ。役割を分担して奴に奇襲をかける。ノット、お前には奴をここへおびき寄せてもらう危険な役回り。イグニスについていき作戦を聞きましょう。なんかカメラ視点がなんか急に寄ってて、なんかバイオっぽくなってるな。プロンプト。イグニスの作戦。プロンプトがタンクを狙撃して、タンクの爆発で相撲界に攻撃する。プロンプトはガンマンだからね。グラディオ。グラディオスが狙撃の隙を作る。おびき寄せたスモークアイを四角から叩く。頼もしい。ノクトには何をすると？めっちゃいる、超いる。スモークアイの気を引き、シフトでハイヤに戻り、爆発が起きたところでとどめを刺す。ん？そんなスラッといく？ん？ああ、こんなところにシフトする。あっちの方にはシフトできないのかな？あ、できるな。シフトでベヒーモスが他にシフトできるところはとりあえずベヒーモスの気を引いてすぐ向こうにバッて逃げる。バッこっちに来い。オッケー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 。早く早く。カメラがなんか固定され、カメラがあれカメラが固定されてる。ほら来いよ。こっちだ。はいはいはい。待ってカメラが妙に固定されてる。死んだ。ちょっと待って。カメラがいきなり固定された。まずいまずいまずい。オーションが使えたけどまずいまずいまずい。シフトブレークが使えない。違う、そっちじゃねえよ、そっちじゃねえよ、そっちじゃねえって、こっちだって。オーションまずいまずい、死ぬって。そっちは任せたぞ。オッケー、もう一回やる。ちょっとカメラが固定されちゃうのはちょっと予想外だったな。今度は視点に注意して向こうに。あれ普通にバレた。全速力で逃げる。ほら来いよ。こっちだ。そこ。行くぞ。任せろ。はい。フロント行きや。うおー。シフトどうした。俺たち息合ってる。結構あっさり倒しちゃったな。うまくいったな。倒してねー。寝てる暇はないぞ。乗った。うわっ、ちょ、来たー。ああ、ヘビーモススモークアイは右目がついていま、あ、右目が見えてません。右側からの死角をついた攻撃が有効的です。オッケー。でけえなー。でけえなじゃねえよ。手枠じゃねえな。待てよ。油断すれば一発でやられるぞ。うわ強い。待てよ、ドレイン剣。ドレイン剣ができてない。あ、MP が足りない。待って、ポーション使おう。さあどうしようかな。お、味方がなんかやった。なんかやったから叩く。あれ待って、プロンプトがやられてる。プロンプトどこ。プロンプト尻尾がぶつかった。プロンプト待って、ちょっともうやばいって。ちょっとプロンプト、はい。待って今逃げろ出てた。危ねえ。逃げる逃げる。あ、ちょっと全然ワップができない。これはこういうイベントね。逃げる。一瞬めっちゃ処理落ちしたな。はい、上書きします。近くに宿泊できる場所表がある。まだちょっと倒せる度合いの敵じゃないってことだな。スーパー下っちゃったよ。とりあえずあそこに向かうか。暗えな。照らすぞ。あ、ライト。ライトがついたみんな。あ、ねえ、ちょっとあれ見て。またかプロンプト。真っ向勝負は真っ向勝負じゃなかったんだけどね。貧乏王子の修理代稼ぎメインクエスト。はい、じゃあ休みましょうか。あ、またこれか。トーストか。休もう。休むか。賛成。レベルもちょっとずつ上がってて、これよーく見たらちゃんとみんなトースト持ってるんだ。行くぞ。よし。じゃあとりあえず切りもいいので今回はここまでにしようかな。今回分かったことはベヒモスはアホみたいに強いってことなので、次回またサブクエもとかメインクエとかいろいろやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまででご視聴ありがとうございました。